井岡一人、選手生命をかけた大勝負。求めていた結果ではなかった激闘の裏で語った、新たな覚悟。2023年6月24日、選手生命をかけた大勝負に臨んだ、プロボクサー井岡一人、34歳。写真を見る、フランコのコンビネーションを鮮やかに交わす井岡一人。日本人唯一、世界4階級制覇を果たし、ボクシング界のトップに君臨している。 プロ33戦目となるこの一戦は特別なものだった。テレビ朝日のスポーツ番組、ゲットスポーツではその激闘の舞台裏に密着した。雪辱を果たすまで、前日軽量で思わぬ事態に、試合前日信じられない事態が起きた。井岡は軽量を順当にパスしたが、対戦相手の世界王者、ジョシュア・フランコは規定体重より3.1キロもオーバー。 これにより、この時点でフランコの王座は剥奪。井岡は勝利すれば王座獲得となるが、勝利以外は無効試合となることが決定した。不完全とも言える世界戦。それでも井岡はフランコ戦に執念を燃やしていた。遡ること、昨年12月に行われた WBOWBA 世界スーパーフライ級王座統一戦。 井岡は WBO 王者として WBA 王者フランコに挑んだ。激闘の末、結果はドロー。それぞれがベルト防衛という決着だった。井岡、ボクシング人生で初めてドローという結果に終わって、大げさに言うと武士は刀を抜いたら死ぬまでその刀は収められない。自身初のドローという屈辱。そこで井岡は WBO のタイトルを返上する。フランコを倒したい。 その一心で同じ相手との再戦が実現した。子供たちへの思いを語る井岡、イオカこの一戦で、イオカはどうしても伝えたいことがあった。イオカ前回12ラウンド戦って、13ラウンド目からの試合を、あの日の続きを絶対に見せないといけない。イオカかとだからこそ、伝えられることがあると思うし、今後、ボクシング界や、日本の未来を引っ張っていく子供たちに、メッセージを届けたい。 あの日のリベンジを果たすことで子供たちに一歩踏み出す勇気を与えたい。そんな強い思いで決戦の日を迎えていた。決戦の時、AK-69 の生歌唱と共に入場した。そして大会当日、まずは第一ラウンド、フランコが仕掛ける。手数が多いスタイルのフランコは立ち上がりから得意のジャブで試合のペースを作っていく。しかし、井岡にはある作戦があった。 イオカ、ジャブに対してもカウンターはしていたし、何より先手先手で言っていた。すると、第2ラウンド以降、作戦通りカウンターが見事にはまる。第5ラウンドには、イオカのパンチで、フランコがまぶたから出血。イオカ、ラウンドを重ねるごとに、出したら合わされるんじゃないかっていう意識を植え付けられたので、彼が手を出せなくなってきた。その言葉通り、フランコの手数が減り始める。そこをイオカは見逃さなかった。 ここぞとばかりに仕掛け、相手の得意のコンビネーションを鮮やかにかわす。それでも終盤になると、井岡にも疲れが見え始める。お互いが気力を振り絞り、打ち合いを繰り広げた。そして、試合は前回と同じ12ラウンドまでもつれ込む。タイトルを返上してまで挑んだ、リベンジマッチ。絶対に譲れない勝負の最終ラウンドで、井岡は最後の猛攻を見せるが、勝敗の行方はまたしても判定へ。 3対0の判定で勝利。3対0の判定の末、勝利したのは伊岡。屈辱のドローから6ヶ月、自らの決断が正しかったことを、結果で証明した。試合後、伊岡はリング上で、伊岡、去年の大晦日と同じ対戦相手と戦って、求めていた結果ではなかった。あの日から諦めずに、今日までいろんなことあったけど、皆さんの支えがあって、今日チャンピオンに帰り咲くことができました。 未来の子供たちにも、この志を伝えるために、これからも戦っていきます。チャンピオンとしての新たな覚悟を語る。激闘から一夜明け、イオカの元を訪れる。そこで語ったのは、新たな覚悟だった。イオカ、勝っているから刀を収めるのかっていうと違うじゃないですか。日々精進して、審議体を磨いているからこそ、その地位にいられると思うので、 これからも変わらず自分が思うチャンピオンでいようと思っています。帰ってきたチャンピオン、井岡和と、その戦いはまだ終わらない。